はい、ありがとうございます。さあ、ということでございまして、この3バンドの中から世界一のエアバンドが誕生します。さあ、ファイナルラウンド、ファイナルラウンドは今から流れる1分間の曲を聴いてもらって、3位のエアバンドから演奏していただきます。もちろんこれから流す曲は皆さん初めて聴きますよね。ね、はい、初めて聴くことになりますので、この曲を聴いてしっかり、1分間の演奏構成を考えてください。いきますよ、いいですか。世界エアバンド選手権規定曲はこの1分間の曲です。お聴きください。どうぞ。さあ、こんな1分間でございます。皆さんどうですか、どうですか、どうですか。ねえ、あら、困った顔してますね。すごく1分間の1分間ですよ、ね、え。さあ、ということで3位のエアバンドから、演奏していただきますので、1位の忘れられないよとエアネスジャパンは一旦お下がりください。皆さん、もう行きますよ。はい、相談する準備はございません。それでは行きましょう。ドッペルゲンガーが演奏します。グリーンデーでアメリカンイデオット、どうぞ。これはじゃあリノさんにも聞いてみましょう。リノさんいかがでしたでしょうか。
関係のこうエアバンドを組んでいただいて、はい、戻ってきて、はい、やっぱすごいなって思って手続けさせていただきました。はい、ありがとうございます。さあね、ファーストラウンドとファイナルラウンドの合計点数が、全部の審査の基準になりますので、ね、皆さんどうなるかまだ分かりません。裏で、ね、審査の結果を楽しみに待っててください。ドッペルゲンガーに大きな拍手を。さあ続いていきましょう。